阿蘇へいちご狩りに出かけよう。春から初夏にかけて阿蘇はいちごのシーズンを迎えます。この時期の阿蘇は野焼きの後の草原に草花が芽吹き、一面に緑の絨毯が広がる爽やかな気候でドライブに最適です。阿蘇へのドライブコースにいちご狩りはいかがでしょうか。阿蘇の火山灰でできた土壌と昼と夜の寒暖差の大きい気候の中で、阿蘇の美味しい水で育ったいちごはとても甘みがあり、たっぷりと太陽の光を浴びて赤くツヤツヤとしています。摘みたてのいちごはとってもジューシー、甘い香りが広がります。食べ放題コースでは美味しいいちごを思う存分お召し上がりください。いちご狩り料金は大人お一人様800円から1600円、1月から6月中旬まで楽しむことができます。施設や期間、コースによって料金が異なりますので、お出かけの際は各施設にお問い合わせください。その他、阿蘇市にある果実の国カップルズではリンゴ狩りやブドウ狩り、さくらんぼ狩りも楽しめます。4月下旬にはさくらんぼの木が満開を迎えていました。平成23年5月29日、阿蘇市民農園阿蘇ファームでは阿蘇市小野田のいちごハウスでいちご収穫体験を行います。時間は午前10時からの約1時間。旬真っ盛りのいちごがなんと食べ放題の摘み放題です。さらに阿部牧場の飲むヨーグルトを1本プレゼントします。詳しくは阿蘇市民農園阿蘇ファームホームページまたは阿蘇ファーム事務局 0967-23-6009 までお問い合わせください。